皆さんこんにちは。こんにちは。まずですね、はい、またもお礼ですが、はい、20万人ありがとうございます。本当にありがとうございます。いやー、遠すぎて実感はないんですけど。いや、そうなんですよね。本当にこう日々こう展開が変わっていくような感じだったんですけれども、ここ数日は本当にたくさんの方から応援のお言葉だったりとか、あのアドバイスだったりとか、情報だったりとか、いろんなお言葉をいただいて、本当に本当に前回と同じ言葉になりますけれども、感謝しかありません。ありがとうございます。本当にありがとうございます。でですね、はい、まあ、お知らせですけれど、はい、まあ、いろいろ考えた結果、クラファンはやめました。はい、まあ、今日はその理由についてお話しようかなと思います。はい、まあ、まずですね、うん、その前に、まあ、多くの反響をいただきまして、はい、いろんなコメントがありましたけれど、本当にね、まあ、そのほとんどは本当に好意的なものですごく勇気づけられてるんですけど、はい、一部ちょっとこの2つだけは水木が傷ついたよと言いたいということがあったんで、それだけはちょっとお聞きくださいすいません、冒頭でこんなお時間をいただいてしまうんですけれども、まず一つが、はい、まあ、ちょっとこの病気が本当なのかなっていう気持ち、ね、誰の方、いらっしゃったみたいなんですけれども、まあ、改めて申し上げますと、一応あの本当ですいや、もう正直信じられなかったんですけど、でも客観的に考えたらそりゃそうかなとは思う部分はあって、ちょっと私たちもね、ただただこういう風な結果になったよってことをお伝えしなきゃっていう一心で、前回の動画、前々回の動画を撮ったもので、まあ、ちょっと本当じゃないかもっていう風に思われる方がいるとは、すみません、ちょっと想像が足りなかったんですけれども、一応改めて本当にそういう風に診断されましたってことをお伝えさせていただきます。まあ、どういうふうに証明するかっていろいろ考えてみたんですけど、やっぱりたまたま機会をいただいて一番現実的だったのが、あの目覚まし8さんに出演させていただいた際に、情報確認何かできますかって言われた時に、ちょっとこちらからこれも見てくださいということで見せさせていただきました。はい、でテレビの方が見てくださって、あ、本当なんですねっていうことを確認して放送してくださったんで、まあ、今でもサニージャーニー目覚まし8とかして調べればいくらでも出てくると思うんで気になったら調べてみてください。ね、まさかの目覚ましテレビデビューということでこんな形なんですけれども、あともう一つがですね、浩平君に対して働けとか仕事を探せっていう言葉、結構強い言葉でたくさんあったんですけれども個人的にはちょっとこういったお言葉っていうのが、私のことを心配した上でそういうふうに言ってくださった方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども、私個人としてはちょっととても悲しかった、そういった言葉になります。私たちは現在 YouTuber という仕事をしております。で、 YouTuber というのはやはり動画を撮影して編集して皆様にお届けするっていうお仕事なんですけれども、それ以外にも企業様とのお話だったりとか、いろいろな作業があります。私自身が YouTube を始めてからずっと見てきた中で、もう本当に浩平君ほど働き者で怠けることを知らず真面目でっていう方、本当に周りではこれ以上の方見たことないっていうぐらいなんですね。まあ、ほぼほぼ YouTube 始めてからは浩平君のために丸一日休みっていう日は一日もなかったですし、昼も夜も私より早く起きて作業したりだとか勉強したりだとかっていうことを一生懸命やってきた姿を一番近くで見てきました。ですので、なかなか皆様にその姿っていうのをお見せすることができないっていうのは分かってはいるんですけれども、その上でもやっぱりこんなに働き者のこんなに頑張ってきてくれた彼に対して、ちょっとこれ以上働けっていうのはもう十分私のために、今現在も休みなく情報収集だったりとか、私の病気のこともさらに負担かけて作業が増えてっていうことも踏まえて、ずっとずっと作業を続けてくれています。ですので、そういったところをご理解いただければと思います。おそらく私のためにそういうふうな言葉を言ってくださった方たくさんいらっしゃると思うんですけれども、今現在は他のお仕事を選ぶメリットというのが、収入面でも一緒にいられる時間という面でも、まあ、他のお仕事でメリットはないかなというところで、このお仕事を自信持って誇りを持って私たちは YouTuber を続けていこうと思っております。はい、はい、どうぞよろしくお願いいたします。ご理解いただければと思います。まあ、僕は別に自分が何言われてもいいし、いろいろ言われるだろうなってもう予想した上でやってるんで、全然予想通りだったんですけど、ただ僕は本当に自分に向けて何言われても平気だけど、それが水木を傷つけることになるならやっぱり嫌だなと思います。はい、で、はい、本題なんですけど、はい、本題のね、クラファンについては、まあ、僕自身はね、水木のためなら何でもやろうと思って、例えば世界中の人に嫌われようとも構わないという気持ちで始めたんですけど、医療支援のクラファンっていうのは結構規約が厳しいらしくて、
まあ、そこもクリアできるような形、いろんな方にアドバイスいただいたりとか、それこそプラットフォームの人と直接お話しさせていただいたりとかして、いろいろ考えてたんですけど、ただある日ですね、ちょっと水木が浮かない顔をしてて、でどうしたのって思って聞いてみたら、まあ、やっぱそのクラファンのことでいろいろ言われてることについて、もちろん水木もクラファンやるよってなればいろんなこと言われるのは分かった上で始めてるんで、ただそれ自体が嫌だっていうよりは、僕らがクラファンで支援を受けたとして、水木を幸せにするためのお金ですよって思って皆さんが支援してくださったとしても、そのお金を使うときに水木自身が、あ、こんな風に使ったら何か言われるかなとか、あ、これをやったら贅沢すぎるかなとか、そういう風に言われるとちょっと思う存分楽しめなくなるかもしれないって言って、まあ、それでやめました。もうそもそも水木を幸せにするためのクラウドファンディングを僕はしようと思ってたんで、まあ、社会的に見てどうであろうとも、だけど大前提である水木を幸せにするっていうところが崩れてしまえば、水木がそのお金を使って楽しむことが幸せでないってなってしまえば、もうクラファンする意味はないんで、クラファン自体はやめました。はい、はい、いろいろちょっとお騒がせしてすいませんでした。本当にありがとうございます。まあ、ただそれでもものすごく多くの方がクラファン参加しますとコメントくださったり DM くださったり、本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。そういう方は本当に純粋に応援しようと思って言ってくださったのは間違いないんで、まあ、そういう方の声を無駄にはしたくないし、あとインフルエンサーの方でも何かできることあればって声かけてくださったりとか、そういう方もいらっしゃって、口座を教えてくれ振り込むからみたいなそういうお声もいただきまして、伸ばされた手であれば自分たちは掴みたいなと思っています。はい、まあ、なのでサニージャーニーというクリエイターを支援したいという方に向けて窓口を作りました。はい、まあ、あくまでクリエイター支援でして、その支援された私たちがお返しできるのは何らかの形で配信を続けること、まあ、その配信の形っていうのは僕ら YouTuber なんで、できれば YouTube でやっていきたいんですけど、うん、場合によっては音声になるかもしれないし、そう、ね、場合によってはブログとかになってしまうかもしれない。それでも何らかの形で水木がこうして生きているということを発信していくのが、まあ、僕らのお返しかなと思っております。でご支援いただいたお金はですね、まあ、水木が幸せになるためになら本当に何にでも使いますもちろん医療にも使うし、はい、まあ、皆さんがどう思われるかわからないような民間療法だったり、重心療も多少試してみるかもしれません。他にも水木が食べたいものがあれば買ってくるし水木が行きたいところがあれば連れていくし、まあ、ともかく水木が幸せになるためならありとあらゆることに使わせていただきます。ただ先ほども申し上げました通り、私たちは YouTuber ですので、はい、こういった活動をする中でできる限り私が行った景色だったりとか食べたものだったりとか皆様と一緒に共有できたらなと思っております。はい、なのでできる限りは皆様にお顔を見せられる配信をしたいなと思ってます。はい、まあ、なのでサニージャーニーのクリエイター活動としては、水木が生きる姿を見せること、はいそこにご納得いただいて、まあ、何に使われても構わないよっていう方だけご支援いただければなと思います。はい、あと基本的にはなんですけど、ここがすごく誤解があったのかなと思うのは、まず動画を再生してくださる、それで十分です。はい、そうなんです。基本的にそれで十分です。はい、でコメントをくださる、それがもう嬉しいです。はい、本当に今現在も過去に出した動画、旅行の動画だったりですとか、沖縄で撮影した動画だったりですとか、ね、どん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 再生回数が増えたりですとか、コメントをいただいてるっていうのも毎日見させていただいております。本当に皆様のお時間をいただいてありがとうございます。それが一番嬉しいよね。やっぱ過去僕たちが旅してきた道を見てくださるっていうことが一番嬉しいです。でそれで収入にもなる、はい、ということでそれが一番 YouTuber らしい姿かなとは思います。そうだね。これは僕が納得するために一応表明しておこうかなと思うことなんですけど、一応せめてものお約束として、まあ、もしサニージャーニーを支援してくださる方がいらっしゃったとして、その支援していただいたお金はちょっと自分たちの別の口座にまとめておこうかなと思います。で、まあ、何らかの形で闘病が終わった時にそこに余ってたお金は、まあ、全て何らかの団体に寄付させていただこうかなと思います。はい、はい、こういうことを言うとですね、寄付する先はどうするんだとか、それをどうやって証明するんだとか、いろんな声があると思うんですけれど、まあ、少しでもご納得いただけない方は支援ご遠慮いただければなと思います。はい、はい、まあ、僕たちとしては支援してくださる方が納得していただければ、ただそれだけで十分なので、何度も言いますが、少しでも疑念や疑問を感じた方は支援ご遠慮いただければと思います。お気持ちだけで十分です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。で、はい、支援の方法についてはちょっとまた後ほど
ご説明しようかと思いますが、はい、最近の近況についてお話しようかなと思います、はい、そうですね、はい、どんな風に過ごしているのかっていうのを皆様にお伝えできればと思っております、はい、最近嬉しいニュースとしてはですね、はい、ご存知の方もそうじゃない方もいらっしゃるかと思うんですけれども、この子は私たちの旅の相棒の一人である生太郎くんです。ブンブーハロハロパリピらしいですみんな元気かいブンブンっていうような感じのいつも明るい彼なんですけれども最近ね、はい、僕らの動画を見て生太郎欲しくなって買ったっていう方がちらほらいらっしゃる。そうなんですよちなみに生太郎くんのお仕事というのはこのお腹からねこうティッシュを出すということなんですけれども、はいはい、別に生太郎くんが売れたからといって僕らには一銭も入らないんですけど普通に嬉しかったただここをくっつけてねぶら下げられるんですはい、リンクは貼りません。ご自分で Amazon で探してくださいなんて調べたら出てくるんだろう。生太郎ティッシュケース。なんて調べたんだろうね。生太郎は私たちがつけた名前、ね、そう、生太郎は勝手につけた名前なんで。怠け者のティッシュケースとかかな。怠け者のティッシュケースとかってやると出てくるのかなこのちょっとね横長の顔が可愛いんですよ。はい、これは一緒にずっと旅をしてきた相棒です。はい、で近況としては、はい、まあ、最近どういうふうに過ごしているのということなんですけれども、うん、まあ、あと数日で実際に治療が始まります、うん、治療方針が決まってまいりましたので、あと数日で治療が始まるんですけれども、それまでは民泊を利用しております。ホテルより安く泊まれるんですよ。そうなんです、民泊神ですねで自炊できるのと、うん、あとまあ洗濯もできるところもあったりとか、大体普通に暮らすようなものは揃っているので、食器だったりとか。そうだね、はい、そこで、まあ、私たちなりに健康な食べ物、栄養が高その食べ物、ね、はい、車中泊の時とは全然違った食生活をしております。みずきは元気になるような食べ物を食べたりとか、はい、みずきは一日好きなことをして過ごしております。もうこうへいくんのおかげです。いろんな手続きだったりとか調べ物だったりとか、勉強だったりとかっていうのはこうへいくんがほぼほぼになってくれていますので、皆様もご心配いただいていたかと思うんですけれども、私はもう毎日のびのびノンストレスで過ごしておりますありがとうございます。一応今私たちがいる場所は私の実家がある場所ではあるんですけれども、実家といっても何年も母が一人で過ごしている部屋ではありますので、私がちょっと急に転がり込んで療養できるような場所にはなっておりません。なので、今のような民泊のような形でそういった場所の方が快適に療養できるかなというところでこういった選択をしております。まあ、みずきがね快適に過ごせるということが僕たちにとって一番大事なことなので、そうしております。ありがとうございます。あとは家も決まって。そうなんです、前回の動画でもお伝えしたんですけれども、まあ、お家は決まっていて、ただ審査だったりとか清掃だったりとかということで、まあ、即入居できるお部屋がなかなかね、それでも一日の内見にすぐこのお部屋だっていうのが低予算の中で決まったので、まあ、早かった方なのかなと思ってるんですけれども、まあ、すごいいい家だよね。ねえ、そこでゆっくり過ごすのが楽しみになるようなお家です。あとね、これちょっと僕気になってるんですけど、過去みずきが受診した病院についてどこか教えてほしいとかっていうお声があって、うん、まあ、基本的にどこの病院を受診したとかどこの病院で受診してるとかそういうことは一切出すつもりはありません、はい、まあ、なぜなら人に迷惑をかけるからです。うん、前回の病院もそこで検査して、まあ、がんは見つからなかったんですけど、だけどその後の病院でがんを可能性があるって言ってくださったお医者様もその時点で見てれば気づかなかっただろうって言ってたんですね。うんうん、だから大分の病院がすごく悪かったってことは全然思ってなくて、はい、もしかしたらどこかだったら見つけれたのかもしれないけど、そもそもにがんを疑ってかからないと、まあ、きっと見つからなかったんだろうなと思って、うん、まあ、それぐらいちょっとこの年齢でっていうのが珍しいっていうことだったんだろうなっていうのはお医者様の言葉で察しました、はい、あとは治療方針についてなんですけど、まあ、いろんな情報が入ってきまして、いや本当にたくさん情報をくださってありがとうございま す。でその情報を一つ一つ、まあ、いろいろ考えて、知り合いのつてとかもフルに使って、はい、お医者さんにもいっぱい聞いていろいろ考えて、でセカンドオピニオンももちろん受けまして、はい、まあ、今後も受けるんですけど、うん、まあ、いろいろ精査してこうしてこうっていう治療方針は大体決まってきたんですけど、ただちょっと現時点で治療方針をお話しするのはやめておこうかなと思います。というのもですね、僕らも全然知らなかったんですけど、うん、がん治療って人によって全然考え方が両極端なんですよね。いやそうなんですね、本当に私たち無知だったんですけれども、ね、はい、まあ、だから僕らがどういう発表したとしてもおそらく傷つく人が出てくるだろうなと思って、うん、なのでちょっと、まあ、またそういう方がいた場合、多分こうした方がいいよって善意で言ってくださると思うんですね、はい、そうするとこう決めたという水木の信念が揺らいじゃうかもしれないし、僕が唯一確信してるのはがん治療は自分の信じたこと
を信じ抜くことだと思ってるんですよね、僕としては。なんか水木の決意が揺らいだりするのは嫌なんで、まあある程度落ち着いてきて治療も一段落したなっていうところでこんな風にしてますよってお伝えできればなと思っております。はい、なので私自身は今現在決まっている治療を一生懸命信じて、先生を信じて、自分を信じて頑張っていきたいと思ってます。そう、主治医の先生もすごくいい先生で、最初はもちろん僕らも本当かって疑念があったんですけどもう本当にわからないことだらけなので、ね、でもいろんな情報を収集していくうちに、すごいいろんなことを的確にすぐ動いてくださったんだなっていうのが分かって、楽しみだね。ね、もう今は本当に信頼しております。はい。まあ、というわけで、あとはですね、ここからはその僕たちが使うクリエイター支援プラットフォームを紹介しようかなと思うんで、まあ、もしサニージャーニーというクリエイターを支援したいという方がいましたら、この後もご覧ください。はい。僕らが使わせていただこうと思っているのはこちらのお布施というサービスです。これはどういうサービスかというと、こちらのクリエイターを自分で選んで応援するクリエイターにファンレターを送ろうというサービスになってます。で、そのファンレターに対して自分で金額を指定して任意の金額を載せて送ることができるというクリエイター支援サービスです。こちらにログインするとあるんですけれど、ログインしていただけると届いたファンレターに対して僕らがお返事をすることができます。ログインせずにも送れるんですけれど、ログインしないと僕らがお返事したいなと思った時もお返事する手段がなくなってしまうので、ログインしていただけると嬉しいなと思います。もしたくさんいただいた場合はお返事に時間かかってしまったりとか、場合によってはちょっとお返事できないこともあるんですけれど、ご了承ください。で、ログインせずにも送れるんですけれど、まずはこちらの金額を設定しようというところで自分の任意の金額を設定していきます。ここを動かして一番低くて100円から送ることができます。で、お支払いはクレジットカード、V プリカ、Apple Pay、Google Pay をご利用できます。で、ファンレターという形なので、こちらから便箋を好きなものを選んでいきます。で、便箋を選んだら早速お手紙を書いていきます。今回は生太郎くんからこんにちはというお手紙を送ろうと思います。で、こちらにあと44文字入力可能ですって出るんですけれど、1文字2円でお手紙を送ることができるので、100円だと50文字ですね。ただこちらの文字数は使い切らなくても任意の金額が届くようになってますので、必要な分だけ入力していただければなと思います。で、手数料なんですけれど、指定していただいた金額の 90% が僕たちのところへ届くようになってます。まあ、クラファンをした場合もですね、 10% くらいは手数料ってかかってくるので、まあ、クラファンをしていた場合と同じくらいの金額が僕らのところには届くよということです。で、こちらからお支払い画面へというところを押していただいて、お支払いの設定していただくとお手紙が届きます。あと、中には口座番号を教えてくださいっていう方もいらっしゃったんですけれど、ちょっと口座番号を公開しても大丈夫なのかどうなのかっていうところが、法的にあと税制面的にどうなのかっていうところがまだ調べ中でして、まあ可能だったらそのうち載せれればなと思いますけれど、今のところこちらのオフィセというサービスを使わせていただいてます。まあということで、はい、基本的にはですね、まあ、動画の再生が一番応援になるよということをご理解いただければなと思います。はい、はい、皆さんが再生してくださるその動画の再生で水木が幸せに生きていけると思いますもう私たち自身ももっともっとこれからも皆様に楽しく見ていただけるような動画を出したいなと思っていますし、はい、皆様に同じように幸せな気持ちをお届けできたらなと思っております。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう、はい、お会いしましょう。バイバーイ。